9月上旬の東京は記録的な涼しさになりました。最低気温の平均は 18.4 度で50年ぶりの涼しさです。また日照時間は観測史上一番少なくなりました。このぐずついた天候によって私が住んでいる千葉市の桜は早くも黄色く色づいてきています。皆さんも周りの木を観察してみてください。この先は平年並みの気温に戻る見込みで、紅葉シーズンも特に早まる予想は出ていませんが、すでに落ち始めている葉っぱもあるため、今年の紅葉、少しまだら模様になってしまうかもしれません。